どうですか今回のライブ。どうなんだろうな。でも結構賑やかなパートがぐぐって固まってたりとかするんで、そこがどれぐらい体力が持つかなと思って、エナジーいつも持ってるんですけど、頑張る曲は頑張らないって思うんですね。あー、なるほど。そう、頑張らない、サボってるみたいですけど、そう、頑張らない、頑張らない、この曲はいかにサボれるかって思ってるぐらいで、結局このバンテージ上がっちゃうから。あ、確かに、そうなんです、ちょうどよくなるんです、うん、頑張らない、サボろうと思っても全然サボれてないから。その調整をちょっと次回ぐらいから考え始めようかなと。あー、なるほど、うん。ね、結構ね、まあ、詳しくは言えないけど、こう一緒に盛り上がれるようなことも考えてたりとか、ね、そうですね、そうそうそう、そうなんです。まあ、何回かライブやってるので、もちろん皆さんもライブで聴いたことある曲ももちろんやるんですけど、うん、なんかそれも、まあ、声は出せないけど、みんなでこう何かしら盛り上がれるようにしたいなって、みんなで考えてますが。そうですよね、3周年ですもんね。そうなんです、まあ、フラッグなのか、今回グッズで、ね、フラッグもあるので、そうだそうだ、ちょっとフラッグこれみんなで触れたら楽しいよねとか、うん、ちょっとまだ考え途中であるんですけど、なんか、これ提案なんですけど、その、まあ、3周年をみんなでお祝いするっていうのは、まあ、それはもちろんそうなんですけど、なんかね、僕らというか、まあ、淵上さんからもこう来てくださったお客さん、皆さんにこうありがとうを返せたらいいなって。そうですね、なんだろうな、私ちょっと一つ夢が、来てくれた人みんなになんか直筆でメッセージっていうのがあるんですけど、みんな、そう、ちょっとさっき何人かなって思ったら、ちょっと今から厳しそうなんで早めようかなと。あ、いつかの機会にね。あともう一個いいなと思うのが、いいなっていうか、なんか今回ほらタブレットの写真とかもいっぱい撮って、はいはい、そんなにね、こんな辞書みたいな分厚いタブレットじゃないから、限られてるじゃないですか、うん、惜しくも折れた写真いっぱいあるんですよ。確かに、だからそれもめっちゃいい写真いっぱい撮れましたもんね。そう、それをなんか別の形にできないかなとも思ってて、なんかほら CD とか出すとき特典でブロマイドとかやるでしょ、なんかああいうのをプレゼントとかいいのかな。ああ、なるほどね、なんかそこにメッセージとか書いたりとか、うん、ちょっと直筆ではないくなっちゃうあれがブロマイドなのか、ポストカードなのか、なんかまた別の形なのか。いいっすね、うん、なんかちょっとそれ具体で考えてみましょうか、うん、なんか来てくれたからこそ、なんかお土産じゃないですけどね、もちろんグッズとかもあるんだけど、特別なお土産があると、なんか思い出にも残るし。確かに確かに、わかりました、はい、あ、でもなんかすごいいいアイデアをもらった気がする、うん、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと考えます。はい、すみません、なんかリハ終わりで、はい、あ、いえ、大丈夫ですお疲れのところ、大丈夫です。はい、では、はい、今日はこれにて、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。